今回食すのは業務スーパーで購入したピリピリチキンです。価格は229円でした。類似品のチキンのトマト煮が飽きのくる味だったので、こちらのピリ辛で飽きのこない味になっているといいなと思います。レンジで簡単。骨付きの鶏肉、手羽元、ピリ辛ソースでスパイシーに仕上げました。夕食のおかずにはもちろん、お酒のおつまみにもぴったりです。キムチの素とか米味噌とかうまそう。見た目的にまぶされたバジルがいい仕事しています。ピリ辛ソースが良い感じです。魔法の箱へイン。キーン。ジュージューと威嚇してます。こりゃ熱そうだ。ラップを開けた時の水蒸気で火傷したことあるので開封は慎重に。見た目はいいですぞ。ではいただきます。うん、鶏の味はチキンのトマト煮のチキンと同じ感じ。ピリ辛ソース、思っていたより辛い。ソースの旨味はそんなに感じられない。3本目にして飽きる。やはりチキンがねえ。保存を効かすために大事な何かを失ってしまった感じで。鶏肉を美味しく食べるなら冷凍がギリギリかな。缶詰の焼き鳥はあれはあれでありだけど笑う。骨の軟骨もしっかり食べます。ごちそうさまでした。